テサロニケ人への手紙第一一章パウロ・シルワのテモテから父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。 私たちの父である神の見前に、あなた方の信仰から出た働きと、愛から生まれたローク、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく、力と精霊と、 強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちにそして主に習うものになりました。その結果あなた方は マケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちが どのようにあなた方に受け入れてもらったか、また、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って、生ける誠の神に仕えるようになり、巫女が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この巫女こそ、神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る見怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。